もうこれで痛いですよ。バッキより力入れる。いったあちょこです。女は愛嬌、男は解消、ガラスの痛みを解消、ウロンです。森庄司、針牛整骨院の藤原敦史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。先生、今日仕上げてきました。はい、はい、どのような仕上がりが。でも見たらもう結構仕上がってますもん。そうですね、まず顔がやっぱ前に行って、はい、こう戻っていかない、はい、戻らないことが一つと、はい、で、最近めちゃくちゃ気になるのは、はい、左のここが痛いんですよ。ずっと痛いますね。かかとずっとここが痛いのとこですね。剣道の時って左足こう上げるんですけど、はいはい、もうこれで痛いんですよ、うん、まず左足からスタートするんで、はい、痛いですし、うんうん、もういよいよこの歩く時のこれが痛いんですよ、はいはいはい、これ、はい、だから最近バレないようにもうこうしてる、うん、バレないとかあるんですかそれで。こうしたらこうしたらめっちゃ不自然ですけどこうしたらでも歩くのもきついって言ったら、でも結構症状としては重い方かなっていう感じがしますね。もうどうしたらいいか分かんないですか。はい、ちょっと見てみましょうか。お願いします、はい、じゃあ顎と足と足とあと、もろもろともろめっちゃ悪そう。全身ですね。分かりました。よろしくお願いします。お願いします。結構めっちゃ今度逆にまたこっちに、はい、マジですか。あ、マジです。マジですか。もういたたたっていう感じですか。こうしたらもう、うん、もう痛いんで、うん、もう、うん、乗せきれない。ほらバレないバレない歩き方ですね。バレないっていうのが今分かる。分かりました。屈伸ってかかと浮かさずにできます。こうですか。あ、でもそれはできるんですね、はい、これ痛くないですか。これ大丈夫です。大丈夫ですか、はい、つま先立ちは、あ、これはきますか。うん、つま先立ちの角度によってきますね、うん、でもまあできんことはないっていう感じですね。そうですね、うんうん、OK、左足だけで立てます。はい、もうこれもいける。これ痛くないです。痛くないです。じゃあこの右だけで立てみましょうか。こっちの方がまあでも安定はするかなっていう感じですかね。そうですね。でさっき言ってはった首が前出てるとかでしたっけ。はいはい。そうですね。本当、うん、完全に左右対称っていうのは人間あまり基本ないので、まあ、多少の傾きはあってもいいと思うんですけど、ちょっとこの多少の傾きですか。うん、まあ、完全に漫画みたいなのは無理なんですけど、はい、ちょっと口を大きく開けてもらっていいですかね。で閉じて、これってどっちか開けづらいなって調理さんが思う方あります。こっちです。左が開けづらいなっていう。で今度開けて、はい、で左にスライドさせてみましょうか。顎先をこれこれですね。で今度は右、おお、左、こっちがやりにくい。あ、こっち行かない。左にやりこっちめっちゃ行きます。ロックかかるんですよ、うん、痛くはないですけど。左には行かないっていうイメージね、あ、そうですね、うん、そしたら指3本をこう縦にして、はい、で正面向いた状態で監督も、あ、でも結構苦しそうですね。これきついですか。はいはい、 OK です。これ痛いですか。はい、痛いです。めっちゃ痛いですか。めっちゃ痛いです。こっちよりこっちっていう右が痛いですね。で結構顎そのものが急におかしくなるとかっていうのはもう基本なくて、はい、やっぱいろんなとこから最終頭の位置が決まって、で顎に来るとか、まあ、そういう考え方を一応僕はするので、全身を見ていきます。ちょっと肩の動き見ますね、はい、でこっからも僕重いんですけど、チョコレさんこれ痛くないですか。痛いです。もうこれ痛いですよね。痛いです。はい、もっといたらもうめちゃめちゃ痛い。あーあーっていう感じ。ああ、そうですね、無理してます。これもこっから結構、はい、もうきつい。あ、もう行きたくないです。はい、こっちは多分上がるんですあ、こっちは上がりますね。これはいけますね。この感じ。あ、いきますね。ちょっとこのままね、はい、右上で横向きになってもらっていいですか。右上で横向き。はい、松尾太道ちゃん、ちょっとこれ一個ずつ取っていきたいんですけど、これ顎はね、左に症状を感じてはるんですけど、動き硬いのは右なんです。あ、右なんですか。そうなんです。でこの右の動きが出るようにするためにやった方がいいっていうのがいくつか今ピックアップできたんですけど、ちょっと一回一個入れてみますね、はい、でこれ肝臓です。これもう結構きついですか。あ、きついちょっとこう持ち上げますよ。
はい、いけます、いけます。はい、じゃあゆっくり息吸ってで吐きましょう。でこのままグーッと持ち上げていきます。でもう一回吸ってで息出ますか、大丈夫ですか。もうちょっと息たいです。もう一回吸ってで吐く。顔顔、はい、OK です。あ、これはもう昨日一昨日でいろいろやらかしてます。ここそんなのでない、あります。で多分もうこの時点で結構肩の動きはね出るはずなんです。あ、すごい。これ肝臓がダメだったんですね。そうですね、ここが血液の循環が落ちて固まってここの動きが出なくなると、こっち側のね首の付け根とかここ神経とか血管いっぱい通ってるんですけど、これが固まるんです、はい、そしたらここの動きが止まって、まあ、肩はあくまでおまけみたいな感じなんですけど、で口の開き方ですね、スライドさせるやつですね。この感覚、この感覚、左行くのってさっきと比べて何か違います？さっきよりいけてる感じがします。いけてる感じする。じゃあ3本指はどうでしょう。あ、ちょっと余裕ができましたね。ちょっと出ますね。でこっからもう2段階ぐらい動き変えるって思うんで、ちょっとこのまま寝ましょうか。口と肝臓でつながってるんですね。いや、こう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 みたいなイメージですね。あ、首の動きが最終良くなって、はい、顎が戻るみたいな感じですね。肝臓大事にしないといけないですね。肝臓、まあ、全部大事ですけど、結構昨日は無茶しはったんですか。一昨日です。一昨日、まあ、でもダメージは絶対残るんで。ちょっとこのままスーッと上げていきます。でこれってもう重いんですよね、多分。重たいです。で無理やりいったらこんな感じ。あ、これ左がきついですかね。左がきついですね。じゃあ片側ずついってみましょう。この感じとこっち、ここから結構抵抗を感じるんですけど、多分右より、あ、右よりきついなってなりますよね。今度こっちに押すんで、はい、これも止めてくださいね、はい、いきますよ、うん、でこの感じはちょっと弱いっていう、はい、のになるんですけど、こっち見てみたらもうちょっとわかると思うんで、はい、でこう押しますよ、はい、うん、OK です。で今度はこう押すんで止めましょうか、はい、うん、この感じ、もう一回左でこっち押すんで止めましょう、はい、これ踏ん張れない、あっていうの分かります。力入れたいのに、うん、入ってないですね。あ、そうです、そうです、その感じですね。でちょっと手をこうして、はい、この感じと、はい、この感じ、はい、何か左右差分かることあったりします？左の方が痛いです。あ、そうですね。こっちの方が柔らかい感じ、こっちの方が硬い感じです。外から見たら多分あんま分かんないと思うんですけど、これ確実にここがおかしいので、でこれを、え、痛いの、ね、うん、これですね、はい、でこの感じとこの辺とか、はい、これ痛くないですか？痛いです、うん、でこことこれ腎臓なんです。左側のさっきの肝臓と同じく血行がめっちゃ落ちてで疲れて、はい、周りが固められてるみたいな感じ。なるほど。でこれがあると左足の力がさっき入ってなかったのと、はい、で動きが硬かったのとで、はい、さっき言ってたかかとが痛いっていうのが全部これリンクしてきそうだなっていう感じですね。え、腎臓ですか？腎臓がしんどくて、はい、左足の力が100入れてるつもりだけど、それが50とか60ぐらいしか伝わってなかったら、はい、同じく使っててもしんどくなるのが早いんで、はい、で固まってで裏が硬い痛いっていう感じですね。なるほど。なのでまずはちょっと遠いところから行って、最後大元のこの痛いところをちょっとやってみます。でもう一回これでこっちに押すんでちょっと止めてみましょう。はい、うん、これ今どうですか？だいぶ押してますけど、グーッと。あ、押しますか？さっきより力入ります、うん、この感覚ですね。松尾道中期。あ、先生、足首で思い出しました、はい、左足の足首がシャリシャリ言うんですよ、こうすると、うん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 、もう引っかかってるような感じっていうことですね。そうですね。ちょっと指ね、グーしてもらっていいですか？こっち左側、はい、これもうほんまにやってます？僕は本気ですよ。全く僕は本気ですよ。でこっち、はい、これでも右の方が強いですよね、はい、でこれ左、これもう、いや、これやりたくても、うん、できない、できない、うん、これです。力が入らんの？入んない。そうですね、これ多分痛いですよね。ここ痛いです、うん、これですね。いったいった。ここに親指を曲げる力を使う筋肉がこう通ってるんですよ、はいはい、でこれがうまくつながってないから、さっき言ってたみたいに左足の力が入らない分、頑張らないとこの動作ができなく
ってで結果的にここに痛みが来てるっていう感じですね。なんでこれをあ、マジか今日一痛い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 痛こう伸ばしますよ。痛い予告なし予告なしもうあまりにも痛くて、はい、YouTube で僕セルフケアの動画10本ぐらい見てやったんですよ。どうでした？全然効果なかったです。なかったやっぱねプロに見てもらった方がいいですね。そうそうそう、まあ、ねちょっとこれでもう一回グーしてみましょうか。で、一緒ですね、うん、これもちょっとありそうなんで、こっちもまた違う体勢。あそこはね絶対ダメです、はい、これはね、絶対すねです。痛い膝裏に来る感じですか。膝裏あ、じゃあ膝内ですこれ。膝そここ、うん、そこそこです。あ、すごいね。でこれがこう来る感じですね。あールートで言うとそのルートから出てる神経の通り道ですね。ここが痛いですね。でこの足の裏の痛みに関してはそんなに痛い聞こえてます。はい痛い痛い。これも炎症なので、はい、これは神経が捕まってるみたいなイメージをしてもらいたくて、でこういうのがあると力が伝わらないんですよ足の先まで。でそのまま使ってたらやられてくるっていう感じですね。いや全部痛い。 OK です。ちょっと今度はこういってみましょう。この方向痛いですか。痛い、うん、こんなとこまで固まってるとか機能してないから足に来るんですね。そうですね、導線がこう邪魔されてるみたいな感じですね。電気の線が途中でグニグニって曲がってるとか引っ張られすぎて電気が伝わらないみたいな感じですね。よし、そしたらちょっとこれでさっきの指のグー、ああ多分もうすでにおもう踏ん張れますよ。あ、来た来た来た、うん、でこれで今力は伝わる状態になっているんで、はい、一回この時点で立ってみてもらっていいですか。これはおどうですか。痛みが最初10なのが、うん、今3ぐらいです。あ、3ぐらい。あ、結構減りました。結構減りました、うん、でこれが突っ張ってた神経が邪魔してた分が取れたっていう状態で、あとはこっからはそのピンポイントで取っていかないといけないんで、うつ伏せになりましょうか。数ヶ月の悩みが松尾同中期。こういうケースって何ヶ月とかかけて何回通うとかペースってあります？目安として。あったらでも本当にそうですね、 4,5 回ぐらいあったらなくなる人が多いし、ある程度頑固な人で週2回を1ヶ月ぐらい頑張ってもらうともうほとんど取れますね。よっぽど何かしら日常生活でおかしいことがない限りは大丈夫ですね。なんか心当たりありますか、調理さん。姿勢じゃないですか、どうなんですかね。全部かな。ちょっとこのかかととこのこうついてくる筋肉をちょっと解放していきますんで、これ多分そんなに痛くないですね。あ、これ気持ちいいですね、うんうん、多分これは備えになると思います。気持ちいい。ちょっとこれであとはかかとのとこちょっと痛いとこ探しますよ、はい、これちょっと痛い。これが一番痛いなっていう感じですね。うん、OK です。じゃあちょっとここを剥がしていきますね。剥がす？そういう感じ。そうですね。まあ、模型で言うとここですね。ここのところに指を曲げる筋肉がペタッとひっついてきて、これが伸びてないから体重がかかったら痛いっていう状態になってるんで、これがあと取れてくれるといい感じになると思います。これ痛いですか？ちょっと。うん。でこれをうん。でこっちに。ぐーっと下げていきますね。こんな感じで。あ、いけます。全然もう膝の時より。実際患者さんで止めた人の足の裏痛いですよ。はい。結構怒られます。あ、いてます。いますよ。で結構足底腱膜炎とか、まあ、筋膜炎という言い方をするんですけど、はい、これ病院だったら治らないとか言われるのが多いみたいですね。そうですね。なんで、まあ、ちょっと役割が違うみたいなイメージですね。病院がダメとかじゃなくて、はい、こういうのは病院じゃなく
って、まあ、僕らみたいな方がいいし、本当に骨そのものがおかしいとか手術がいるとかって言ったらやっぱ病院が当然必要なので、その違いかなっていう感じですかね。でちょっとこれで立ってみましょう。歩いてもらって あ違う、どんな感じですか今。ほぼ消えました。おゼロに近い。思い切って歩けますね。スッスッスッと結構いけます。あ、結構いけますね。どうしたんですか。あ、1ぐらい、1ぐらいです。でもほぼいけます。もうちょいですね。ここに1います、うん、そこに1、ここに1います。もうちょっとですね。ちょっと上向いてみましょうか。でも今の時点で感動してますもん。そんなに消えるんだと。ちょっとこれでよく一般的に言う筋膜とかいうのがあるんですけど、それをちょっと剥がして、で足裏のこの突っ張ってるところをほどいていきますね。これ痛いですか。ちょうどです。痛くないです。いけます。いけます。よかったですね、痛くなくて。え痛いかなと思ってたんですけど。痛いと、痛いですか。痛いと思いますよ、固まってれば。全然痛くない。この辺とかも。あ、大丈夫です。大丈夫です。よかったここ痛いですか。これここはまあまあ痛いです。うん、じゃこれを取りましょうか。もう少しこういう感じで、これいけます。はい。ちょっと最後足首の関節をもうちょい矯正します。ちょっとこのままクッと絞って、こっちにクッと引っ張りますね。はい。おぉ、ピンポイントですね。あ、この痛みが抜けたら教えてもらっていいですか。はい。これ、なんか感覚が変わるんですか。僕はもうね、ここの硬さはね、柔らかくなってきてるのは感じ取れてるんで、もうちょっと奥に行く感じですね。ここは、あ、そこの方が痛いですね。ここはちょっと痛い。で、ちょっとこう行きましょうか。はい、今どうする。今、うん、あれなくなってきました。なくなってきましたね。うん、硬さがあるぐらい、うんうん、ちょっとこれで一回上げてみましょうか。はい。どんな感じでしょう。おお、あ、結構スタスタ。おおおお、スムーズ、スムーズ。あ、ゼロゼロゼロ。あ、いけたいけた。あ、いけたいけたいけた。あ、これで天童優勝。あ、すごい。あ、いけたいけたいけた。先生ゼロです。よかったです。もうこれ持ってくれたらいいですけど、もう一回二回ぐらいできた方が本当は理想的ではありますけど。なるほど。はい、ちょっとこの感じで体使ってる間に上からこの腎臓とか、まあ、そこからの負担がちょっと残ってるから力がまた入りづらいっていうのは出る可能性はあるんで。あ、ここの影響。そうですね、腰のとこから足にかけての神経の通りが完璧に戻ったらもう再発しないっていう感じですね。なるほど、はい、感動しました。はい、よかったですうわぁ、数ヶ月の悩みが晴れ落ちた。よかったです、よかったです。あ、ブル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 、いけ。うわぁ、おぉ、あぁ、すごいすごい。イライラ棒みたいな。イライラ棒、イライラ棒。松尾忠中期、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした。いや、何ヶ月間悩みが森庄司で解決されました。あー、よかったです。さくない、すごいですね。結構苦戦してたみたいですね。うん、そうです。薬飲んでも、うん、セルフケアしても何やったらよかったですけどよかったです、よかったです。どこがダメだったんですか。僕は、まあ、もちろんかかとのこの骨にひっついてる筋肉が炎症を起こって、まあ、これが足底腱膜炎というんですけど、はい、まあ、そこが悪いっていうよりかは左の腎臓が疲れてて、はい、で腰から出てる神経がずっと通っていて、そこの神経がうまく働かないから足をこう蹴り出す力が入ってないけど、それで頑張ってたから、頑張ってた場所がやられたっていう感じですかね。なるほど、はい、腎臓からなんですね。腎臓の疲労ですね。やっぱお酒ですか。まあ、お酒だけっていうわけじゃないんですけども、いろいろですね、その塩分とかもそうですし、体に入ってくるものをろ過するのが腎臓の仕事なん で、はい、でその中でそこに負担がかかりすぎて、でもう無理みたいな感じですね。はい、ポテチ食いましたね。あ、もうそうです。なんでちょっと節制をしていただくといいかなと思います。ありがとうございます。はい。同時期見たといったら何かありますか。はい、あ、通常はホームページですとか紹介とかから来られた方っていうのは、最初初診料3000円の治療費6500円を2980円で
させてもらってるんですけど、その分を松本道中記を見られた方にも適用とさせてもらいますので、初回が2980円という形になります。お、はい、ありがとうございます、はい、アクセスも結構いいですよね。そうですね、駅からも近いんで、まあ、来やすい方ではないかなと思いますね。はい、だからですね、1個か持って3000円握りしめて、はい、で駅まで行って、はい、たらもう手続けて帰るんですね、はい、20円お釣りが出るそう、ぜひ待ってください。説明欄に全部貼ってますのでよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。フィア昨日フロートで何て言われたんですか。おとといチェックインの時なんて言われたんですか。韓国人と間違えました日本人だから分かりますよって言ったら、あ、すいません驚いてる